はい、こんにちは。今日はですね、いよいよ車種代にかけていきたいと思うんですね。ウィングオーツさんにはね、ダイノジェットっていう車種代があるんですよ。今までね、コルベット、コブラ、エクスキャリバー、シンクエチェント、これもね車種代にかけていったんだけど、これはね調整が整ったので、何馬力あるか、これはね3900か3600ぐらいのところで、34馬力っていう D 型エンジンだと思います。これのポテンシャルがねチューニングでどれだけ出し切ってるか、これをね確認作業に行きたいんですよ。まあ実力テストってやつだね。本日のメインイベントなんだよね。丸山森舞台ということで、僕ねこれ大概の車に入れるんだよね。で早く入れたかったんだけど、ダイノチェックでどれだけパワーが変わってくるか見たかったから温存しといたの。これ早く入れたくてしょうがない。栄養剤っていうかね、なんていうのかな、フリクションロスをなくしていくっていうね。で特に旧車だとね、てきめんに出るんですよ。これすごい安心して使えるものなんですよね。どれだけ違いが出るのか、これをね測ってみたいと思うんですよね。多分ね旧車の場合はね、てきめんに出ると僕は思ってます。新しい車の場合はそうでもないと思うんだけど、旧車の場合ってねやっぱりフリクションロスってすごく大きいから、それがパワーロスにつながっていくからね。だからこういうもので少しでも潤滑性能を上げていくと、パワーが蘇るんじゃないかなっていう気がしますからね。数字でどれだけ出るか、これをねチェックしたいと思います。山原さん、今日はありがとうございます。こんにちは。いや、こんにちは。ご無沙汰しておりましてですね。コルベット、エクスキャリバー、コブラ、シンクエチェントについてビートルということでございますんでね。バラさん、ビートルってどうですか？まあ、そうですね。もう本当に伝説の車じゃないですけど。伝説、はいはい。一種レジェンドカーかなと。はい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 。どのぐらいパワーが出てるのかなというのが当然気になりますし、はいはい、で今来る途中ガレージ出る時に、はい、一応プリセットしてみたんですよ、はい、でもノッキングが激しかったんですね。でちょっと車種代に乗せながらひょっとしたら直せるかな。丸山森舞殿ってご存知です？いや初めて聞いた。初めてですか、はい、これなんですよ、はい、魔法の薬なんですよ、はい、これでフリクションロスがなくなるっていう。これも最後ですね、はい、チューニングしたところで入れてみて、はい、速攻性があるみたいなんですよね。といってもまあ一巡しなきゃいけないんで10分ぐらい走らせなきゃいけない感じがするかもしれませんけど、うん、はい、せっかくこう車種で乗っけるじゃないですか、こうビフォーアフターが分かりやすいんじゃないかって。あ、なるほど。ノッキングするんですよ。ノッキング、進めすぎ、うん、あ、そうです、そうです、さすが、うん、一発だね。まあ
点火タイミングの違いと、まあ、ボリューム電効果、はい、どんだけあるかっていうのをちょっと大のジャッジで見てみたら、はい、一番分かりやすいんじゃないかなと思って、はいはい、じゃあお願いします、はい、夢のことあるよ、車種台にかけてエンジンチューニングできるなんて、うん、よし、このぐらいでいい、はい、うん、よし、じゃあさあね、いよいよバルさんにね、全てお任せする時が来たね、うん、さあいよいよ始まるね、楽しみです。27.18、 おー頑張ったね、4000回転ぐらいまでバラさん回してもらったんですよ ね、 そうですね、はい、1回目はちょっと遠慮がちで赤いやつが遠慮がちだったんですね、まあ、そうですね、3500ぐらいで途中やりましたね、3140で最大の 27.18、 そうですね、あー、なるほど、じゃあ3500ぐらいのところで、まあ、3500以上は回しても回しても出ないってことですよね、はい、分かりました、じゃあちょっとすぐあの 7.5 にセットアップしますので、じゃあ今からじゃあやりますか、はい、やります、
小林さん、7.5 と10の差だったんですけど、はい、どっちがいい感じでした？そうですね、あの 7.5 にしてから、はい、あのトルクはもう必ず70超えてきてるんで。あ、そうか、はい、うん、あの本当ですね、オレンジになってから、そう、3回とも70超えてますんで。わあ、こっちの方がね、それこそ1割型トルクが出てるという感じです、ね、はい、うわー、はい、こうやって見ればいいですね。そうですね、まあ、馬力の方も、はい、あの、まあ、何回か回してればついてくるようになってくるんで。なるほどなるほど、はい、あの悪くないと思います。なんで、まあ、全面的に 7.5 進化の方が調子いいかな。わ、はい、かりました、答えが出ました。迷ってたんですよ、はい、7.5 がいいのか10がいいのか、はい、でマニュアルによってそれぞれだし、ちょっとこれオーバーホールされてるエンジンなので、はい、どこが敵なのかは探さなかったですよね、はい、で、はい、当てずっぽでやってましたけど、はい、いや 7.5 答えが出ました。そうですね、こっちの方が全然全然いいですね、はい、これ合格レベルに出てますね。ちょっと固定しちゃいますんで、はい、最後バラさん、丸山モルデブゼン効果行きましょうか。これどうでしょうかね、はい、ちょっと速攻性があるでしょうかね。これ 2.5 リッターなので 5% っていうと125だね。よし、本当に効果あるかな。僕全部のアメ車だとか入れちゃってるんですけど、本目的に良くなるんですよ、うん、本当に100キロぐらい走ってるとちょうど良くなるんで、ね、特に旧車とか絶対効きますよね。そう、絶対効くと思います、うん、ですかね、頼むよ。これで 2,3 馬力上がったらすごいね。ね、今ね、受け立ってるんで、ゴリゴリを入れたので10分ぐらい回して結構風の循環させていくんですよね。その上で効果上がってるんですよ。行ってみましょうか。ちょっともう10分経ちましたんで、いやー、バラさんどうですかね。うん、まあそこまで大幅には変わらんですけど、はい、まあ 27.7、 一応最高記録出ました。3番目が、はいはい、 27.7、 最高速で最高ですよね、まあ、一応最高記録出ましたね。出ましたね。出ましたね。振り絞りは出るもんですね。出ますね。
そうするとこれがネット値ということになるので、まあ、27の2割見ていいですか、まあ、1割5分ぐらい、まあ、1割5分ぐらいかなと思いますけど、27の1割5分って30ぐらいですかね、30馬力ぐらい、31馬力とか31馬力、あ、上等ですね、もともと34馬力の設計ですからね、はい、じゃあもうカタログ通りで言って、そうですね、良かったです。これトルクはどうなんですか、これはトルクはあの、はい、まあ、いわゆる70ニュートンですかね、はい、70ニュートン71ニュートン前後という、はい、見ていただいて、はい、71.80 が最高記録ですね、そうですね、やっぱり丸山モリブで入れたのが一番最高になったってことですか、そうですね、トルクの方も9番目のランが一番ベストになってませんかね、そうか、はい、効果あるってことですかね、うん、まあしかもね、クールエンジンで普通はもう走れば走るほど垂れてくるはずなんで、あ、そうか、まあそれ加味すると効果あったと言っていいですかね、わかりました、推薦していただければ、バラさんがマリオンプルフで推薦してくれた、あのですね、あれ体感的になんとなく、はい、なんとなくですよ、はい、スムーズなんですよ、はい、もちろんエンジン最初に車買ってから最初にやる仕事としてはオイル交換ですよね、まあそうですね、で、はい、でプラスしばらくそれで走っていって、はい、こなれた時にこうモリブで入れていくんですけど、はい、そうするとなんかね、走りがねスムーズになっていくっていう印象があって、はい、まあ、数値化したことがなかったので、はい、まあ、今回ビートルがいい参考例になるかなと思って、はい、良、はい、かったです、良かったです、はい、ありがとうございます、はい、バラさん、空燃費どうでしたっけ、うん、そうですね、ちょっとなんか、グラフが出せなくて申し訳ないです、走ってる時のね、見てると大体11ぐらいだから11、はい、時々 10.7 とかそのぐらいまでいってます、はいはいはい、そうですね、ガソリン濃い、ね、ガソリンが濃いってことですね、あ、分かりました、はい、じゃあちょっと濃いめのガソリンとか薄くしてもいいだろうということですね、もうちょっと薄くできる、大体実装でこのデータで何いくつぐらいでいい、どうだろう、12.3、まあ大体一応ね、はい、理論上14とか言ってるじゃないですか、はいはい、そうですね、まあ、そこまでやると壊れるんで12.3ぐらいで、12.3、まあ、バリバリバリ気出したいんじゃなければ12とかでいいんじゃないですか、ね、はい、12ですね、はい、なんとなく感覚的に分かりました、ほんのちょっと濃いって感じですね、はい、そうですね、もう少し薄くしてもよかろうもっていうところですね、そうですね、はい、分かりました、はい、これで空燃費もバッチリですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、まあ、あと今真冬ですから、はい、はい、まあ、ここはなっちゃうと思うんですよね、また季節で変わってくると思うんですよ、うんうんうん、あ、そうですね、はい、多分夏ぐらいだと調子いいんじゃないかなとか、なるほどそうですよね、10点満点中これどうですかね、点数としては、まあ、そうでしょう、はい、これもまたね、はい、8.9 点はいけるかなって感じがします、バラさんに8.9点いただきましたですねいや、ありがとうございます、これ新格出すのにすごくいいと思うんですよね、はい、そうですね、皆さん教科書通り10なのか 7.5 なのか迷ってらっしゃって、はい、で乗った感じでこうテイストを測ってそれぞれの好みに合わせてらっしゃって、はい、で結構素直に出るんですよね、そうですね、はいはい、だからはっきりと 7.5 がいいっていうことが今日このダイノジェットのテストで分かったんで、もうこれは一つ、悩みが消えましたね、あとはもうキャブレラのチューニングの良し悪しだけで決まってくるので、はい、まあ、骨格がしっかり真核だとか点火タイミングこれしっかりすれば、はい、いやこれでもうビートルに迷いがなくなりましたね、はい、いや本当にバラさんいつもありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ね、ぶん回したじゃん、めちゃくちゃ調子いい回さなきゃいかんね、車ってね、すごくいい、いやでも今日ね、セットアップできてよかった、はい、ね、柔道ガレージではね調子がいいんだけど走り出してみるとちょっとなっていうのがあってさ、はい、10度がいいのかな、7.5 度がいいのか、はたまた0がいいのかみたいなね、迷いが取れたよね、はい、うん、あと丸山モリムで、はい、馬力上はあんなぐらいなんだけど、はい、今度ちょっとの誤差みたいな僅差みたいに見えるんだけど、僕ね大体の車に最初入れるんだよね、そうするとね、しばらく走っていくと、はい、すごくね気持ちよくなるんだよね、いやービートルって面白いし楽しいな、まあ今日はいい一日だったね、はい、お疲れ様でした。